皆さんお疲れ様です。つねちゃんです。久下沼、藤沢の久下沼海岸からですね、これ江ノ島、だいぶ歩いてきました。であと2キロぐらいで、サザンビーチになります。で、後ろにありますのがこれが烏帽子岩ですね。ここまで来ました。でここ、ヘッドランドっていうですね、まあハンマーヘッドシャークみたいにこう実はここ広がってる島が、島っていうか半島みたいなところがあるんですけども、まあ、この辺りまで来たところです。でここはまあこのようにビーチになってるんですが、ここからですね結構この烏帽子岩に向かってあのスタンドアップパドルですね、スタンドアップパドル、大きなサーフボードみたいなものに立って、こう漕ぎながら進むっていうスタンドアップパドル、サップって言われますけども、それで結構この烏帽子岩目指す、これ個人なのかツアーなのかいろいろな形で多分目指してるんだと思います。日本にはですね様々な島が大なり小なりたくさんあります。でしかも海岸線も長いということで、まあ、天候のリスクっていうものはありますけども、こういったスタンドアップパドルで、こう近くの島を巡るようなツアーであるとか、プログラムであるとか、イベントであるとか、なんかそういったものを活用することで新たな地域の地方の観光コンテンツというかですね、そういったものにもつながるんではないかと思いましたので、今紹介してみました。まあね、サザンファンの方だったらぜひ烏帽子岩を近くで見てみたいとか、そういう方々もいらっしゃると思います。ただ最近はこうジェットスキーみたいなものが結構ね、あの海上のバイクです、ジェットスキー海上のバイクですね、そういったものもバンバン走ってますので、あるいは漁船とかもたまにありますので、そういったものに十分気をつけながらこういったスタンドアップパドルで、まあ、地域の海を楽しむというようなものもですね、ぜひ皆さんの地域でも考えてみてやってみてはいかがでしょうか、ということで紹介いたしました。またゴールもうちょっとですけども着いたら紹介いたします。